はい、皆さん明けましておめでとうございます。僕は今ロングビーチという都市に来ています。でね、このロングビーチのどこに来ているかというと、あのロングビーチエクスチェンジっていうね、頭文字を取って LBX って表されるんですけども、今そこにいます。でここはどういうところかというと、例えばね、今カメラにも映ってますけども、こういう小さいね、小売店があったりとか、あとスーパーがあったりとか百貨店があったりとかね、すごい広い敷地内にいろんな商業施設ビジネスが入っているエリアです。で特にね、今日ご紹介するのはこのね、ちょっと今逆光になってますけども、このね真正面に立っているビルね、ここをご紹介します。ちなみに今ロングビーチは19度あります。かなり暖かいです。今ね行こうとしている建物の前がこんな感じです。ちょっとねお庭みたいになってて、すごいいい感じですね。ベンチもあるし、ちょっとしたファウンテンもここありますね。こういう風にね食べれるところがいろいろ用意されてます。青空が広がってね、もう冬ですけども20度近いんでね、すごい気持ちいいです。もうこれこそね南カリフォルニアの最高にいいとこですね。ザ・ハンガーっていうこの建物ですね、これが今日のご紹介する場所です。この建物がね何かというと、これねフードホールなんですね。フードホールっていうのはね、特にチェーン店とかではなくって、結構ねいろんな食事に特化した専門店であるとか、地元の店とかがこう集まっている、どっちかって言ったらなんていうのかな、まあ食通というか、そういう人たち向きの、もの、それがフードホールと言われるところです。ハンガーっていうのはね、英語でね、飛行機の格納庫の意味なんですね。倉庫というか、よくね飛行機が一機そのまま入って、掃除されてたりとか、メンテナンスされてたりとか、あと組み立てられてたりとかねする場所あると思うんですが、それを英語でハンガーと言います。で実際この場所は昔、飛行機の組み立て場というのかな、のハンガーとして使われていたところをリノベーションして、今フードホールとして使われています。でちなみにハンガーのね最後 AR ですよね、これをね ER にするとエモンかけのハンガーになります。では入ってみましょう。これがねさっき言った LBX、ロングビーチエクスチェンジの名前、頭文字取った名前ですね。こんな感じですね。今日は平日やからかな、ちょっと空いてる感じですね。でねほらこれわかります？ここに入っているお店の名前が、飛行機のね時刻表の電光掲示板と同じようなデザインになってます。じゃあね食べる前にまずぐるっと回ってみましょうか。ここはボール屋さんかな、ブルーボールって書いてますね。ボール、アサイボールですね、アサイボール屋さんやね。その隣はアジアンキッチン、アジア料理ですね。なんかラーメンっぽいのがあったりしますね。クリスピートーフ、グリルドポークとかチキンとか、ナッシュビルホットチキン。ここはねチキン屋さんですね。チキンサンドイッチとか、あと何やろ、チキンテンダー、あとチキン&アップル、そういったものがありますね。チキンを扱った、基本的にはフライドチキンかなのお店ですね。ターキッシュ&メディトレニアングリル、トルコ&地中海料理のお店ですね。だからなんかなんちゅうのあれのケバブっぽいのが奥にありますね。なんかあんな感じでお弁当みたいにね詰め合わさってますね。で奥にお肉があって、こうやってお肉をバーンと入れてくれるみたい。ここはグリルドチーズバー。チーズバーって何やろ。なんかいろんなチーズありますね。ゴートチーズとかビーガンチーズ、こういうものが出てくるみたい。なんていうものかなこれ。シューマイとか小籠包とかって書いてあるからチャイニーズですねこれ。ここはビール屋さんですね。ビール、ビールだけじゃないのかな。バーですね、バー。これはポキ丼、ポキボールのお店。
ポキっていうのはね、あの生魚のね切り身をこう味付けして、まあ、生で食べるハワイの、もともとハワイのものかな、ポキって言います。ジェラートのお店、美味しそう。アーバンテキエリア、ここおそらくねブリ島の、あでもないのかな、コリアンバーベキュー、あそれは味かな、わからない。これ何屋さんやろ。コリアンスタイルのお店ですね、ここはね。ここはね、サンドイッチとかあとビールとかもあるみたいね。でこれでね入り口に戻ってきたんですが、これはねポートラカフェって言ってコーヒー屋さんです。これはねうちの近くにもあるんですが美味しいですよ、ここ。ということで今一周してみたんですが、何食べようかな。やっぱりねアジア系以外がいいですね。ではここにすることにします。ナッシュビルホットチキン、ジェイバーズっていう店ですね。多分ね辛いチキンがおすすめなんやと思うけど、あんまり辛いのは食べにくいのでちょっと控えめにしようかな。決めました。ダークミートプラスフライズっていうやつで、10.99 のセットですね。レッグとサイのフライドチキン、あとパンとピクルスとソース、ワンソースって書いてあるけど、まあソース付きですね。なんかねもともと揚げてあるやつではなくってね、今揚げてくれてますね。はい、来ました、これです。なんかね思ってたんと全然違ったんやけど、食パンの上にチキンがゴロッと乗ってます面白い。でフレンチフライというかフライスですね。結構ね辛いです。まあ結構でもないか、ちょっと辛いです。じゃあねチキンいってみますね。おいしい。僕はね辛さねマイルドにしたんですね。でマイルドでもまあまあちょうどいい辛さかな、ちゃんと辛みは感じます。でもね僕はこれが上限かな。マイルドでミディアムね、真ん中のやつにしようかなと思ったんやけど、これでもまあそこそこ辛いので、まあ辛いのがねあの好きな人はねもっと上挑戦したらいいと思うんですが、そこそこ辛いのが好きな人やったらマイルドで十分だと思います。ということで、出ましょう。さっきよりもねここのパティオは人増えてますね。今日すごい暖かいからね、もう1月ね日本今すごい寒いですけど、もうこっちはポカポカです。こういうねちょっとした、まあ、人工芝ですけどね、まあ、芝生の広場があって寝転んでくつろいだりしてはりますね。これがねロングビーチエクスチェンジの案内図です。
結構広いんですけどね。で特に今来てるのがここですね、ザ・ハンガー。はい、ということで、車に戻ってきました。建物はねすごい素敵だったですね。綺麗にもうリノベーションされてるので、昔のままじゃないにせよ、やっぱりね建築自体のスタイルがすごいかっこよかったです。で中入るとねやっぱり倉庫やなと思いましたね。結構鉄骨がむき出しになってたりとかするんで、それがまた逆にね良かったですね。で料理はねなんかいろいろありましたんで、機会があれば実際来てね見て回って、食べてみてください。はい、それでは今日はこれで終わります。ありがとうございました。